波乱波乱。前回までのあらすじ。ダウンカップで確定出場を解放し、見事に優勝したフランさんたち、それを見て自らスポンサーになってくれたハイムロボティクスのエンジニア、門松さんによってアサンブルシステムが強化、新たな武装と技を試したフランさんたちの前に門松さんは新たなチームメンバー、ロボタさんとのガンプラバトル練習を頼めた。果たしてフランさんたちはロボタさんとの練習を済ませて、リージョンカップを目指すことができるのか。ミサさん、ご来店ありがとうございます。はじめまして。ロボタさんですね。記憶します。なんで名前知ってるの？今聞きました。光デジタル信号でですが、なんかロボットっぽいこと言ってる。ロボットですが。 G3 ジムマーク2、カタパルトデッキに侵入。リニアフィールド固定、射出タイミングを G3 ジムマーク2に渡します。了解。 G3 ジムマーク2、出るぞ。私は心得たと返答しただけだ。喋った。ああ、うん。シミュレーターに合成した音声データを入力し、それがスピーカーから出力されている。だって門松さんが喋れないって。門松は発声機能がついていないと言っただけだ。私のボディにはスピーカーがない。ガンプラバトルシミュレーターにはスピーカーがあるのだから、当然喋ることも可能だ。ガンプラバトルというものはチームで行動するものだ。コミュニケーション手段がなければ不都合だろう。そうですね。さあミサ、そして主殿、油断せず進もう。ちょっと、なんで私は呼び捨てで、そっちは主殿なの？私は門松のインプットしたデータに従っているだけだ。門松！ほう、ロボタはシミュレーションの中ではちゃんと話せるんだな。そうですね。確かにガンプラバトルはチームメンバー間のコミュニケーションが大事。私はシミュレーションの時、ロボタさんからのメッセージをお二人にどう教えるのかを考えたんですが、それは必要な位相ですね。まさかシミュレーションのスピーカーを利用するとは。おっと、カスタムガンプラ、EG8 です。一応、ガンダムタイプなので気をつけてください。まあ、ガンダムタイプであれ、所詮弱だからな。ライダーキック。新しく追加した技はお気に入りのようですね。ああ、上から下に向けて強い蹴りを仕掛ける。ライダーキックみたいから気に入ったよ。フランさんは仮面ライダーシリーズが好きですか？まあ、ほとんど見ないけど、技とかはかっこいいだからな。知っているだけなんだ。何かおすすめでもある？そうですね。こういうのは見てからおすすめするのがいいと思いますので、後でおすすめしてもよろしいですか？私も今は仮面ライダーシリーズは見ていないので。ああ、いいよ。それにしても、こいつら変なバックパックを装備しているな。今の EG8 のバックパックは、遠距離用のバジューカーが入ったボックスみたいものです。武器と銃弾が入ったボックス形のバックパックか。なんだか実際に軍で使えそうなリアル感が感じるよ。それがガンダム EG8 が入る宇宙世紀のガンダムシリーズの魅力ですからね。宇宙世紀？はい、ガンダムシリーズは宇宙世紀と非宇宙世紀で分かれます。宇宙世紀は、初めてのガンダム、通称、ファーストガンダムとその世界観を共有するシリーズです。ニュータイプとか、サイコフレームとかが初めて出たシリーズですね。非宇宙世紀は、それ以外のガンダムシリーズです。G ガンダムやウィングガンダム、シードシリーズや WO シリーズなどが入ります。最近のものは全部非宇宙世紀なのかよ。全部は違います。ほとんどの最新のシリーズは非宇宙世紀ですが、ユニコーンガンダムや、サンダーボルトは宇宙世紀です。うひゃ、私がゴッドフィンガーを使ったのに、こっちの腕が壊れた？ふむ、上がったパワーにこのパーツが耐えきれなかったのでしょうか。ガンプラのパーツチェンジも考えた方が良さそうですね。そうだな。次の大会、リージョンカップに備えてね。あ、そういえば、ガンプラをチェンジすると、覚醒システムはどうなるの？そうですね、覚醒システムは、フランさんがシミュレーションに接触する端末にそのデータがある程度残るから、問題ないはずです。でも、覚醒システムを解放したユーザーの端末を借りてシミュレーションに他の人が入ると、その人は覚醒システムは使えません。なるほどね。こんな話をしている間に、外からの侵入です。一人で来たのか、いいセンドバックだな。落下に合わせてキック。あ、ちょっと早かった。それより、てめえ、いいもん持っているな。よこしなさいよ。どれのことですか？あの鎌と後ろのパンネルのことだよ。まあパンネルはちょっと使いたいなぁと思っているが、それよりはあの鎌がもっと欲しいな。なるほど。でも鎌は私が知っているところ、今持っていませんので、武装追加には時間がかかりそうです。それまでにはこの X を使えばいいから、ゆっくり追加してもいいよ。了解しました。ツインビームシャベルで落として、グラウンドブレーキだ。ふふ、楽勝楽勝。
ステージボス反応、全国アストレイです。これはまた、日本風が強いガンダムだな。ググ、ジャコたちが邪魔だな。邪魔な奴はお仕置きだよ。よし、これで集中できるぞ。ほう、日本侍の甲冑みたいな装甲だから硬く感じるなあれ。でも知ってる？鉄の鎧は剣には強いけど、X とかには弱いのよ。確かに鉄の鎧は X や鉄槌の方が効果的ですよね。空中では避けないよ。ふふふふ、逃さない逃さない。こやっと、今すぐ楽にしてあげるから、ちょっと我慢してね。もう少しですね。ふふ、今かな、ゴッドフィンガー。ほう、耐えたのか、でも変わらないよ。ボス撃破です。これで終わりか。物足りないな。シミュレーターのスピーカーで喋るとは想定外だったな。ヒアリング用の言語データベースを利用して音声データを合成するとは。勝手にやってたってこと？ここまでできる AI を作るなんてさすが俺。でもこれはダメだ。 AI に禁止させるかな。なんで？喋れなくするなんてかわいそうだよ。ほらな、必要以上に感情移入しちゃうだろ。例えは悪いが、こいつが車にひかれそうになった時、持ち主が助けようとしたら困るんだよ。ああ、言いたいことは分かった。でも、だが確かにガンプラバトルでコミュニケーションできないのは不都合だな。門松、なんだロボタ。お前ってやつはどうしたの？このモニターを見ろ。今こいつの出力したテキストだ。私は私の主やその仲間に危険が及ぶことは望まない。その可能性を生む要素は排すべき。バッキャロお前、こんなこと言われてできるわけないだろ。感情移入しすぎ。